東映太秦映画村、京都新京区にある京都太秦美空ひばり座が4月8日で閉館することが明らかになった。ひばりプロダクションが28日、同社公式 X、旧、Twitter で伝えた。映画村の公式サイトでも同日までに案内された。ひばりプロダクションは京都太秦映画村内にある京都太秦美空ひばり座が映画村リニューアル工事に伴い閉館となります。10年にわたるご愛顧に心より感謝申し上げますと報告。